悲しみを乗り越えて新しい生き方を見つけるのはいけないことなのかしら。イネス、忘れちゃうのはかわいそうだよ。生き残った人が忘れちゃったら、亡くなった人のスピリアは本当に消えちゃうじゃないか。そうね、亡くなった人は残された人の思い出というスピリアの中で生き続けている。忘れられるはずがないわよね。そうさ、俺もじいちゃんを殺された悲しみと仇を取るって決意は絶対に忘れない。それにしても揃いも揃って我が社の信用を損なってくれちゃったわね。さて、どう償ってくれるのかしら。償いはスピリアで払います。スピリア？そんな形のないもので弁償する気？第一、あなたのスピリアにどれほどの価値があるっていうのかしら。価値は今はまだないかもしれない。でも本当に強いスピリアを育てるってじいちゃんと約束したんだ。だからいつかきっと。後払いは困るんだけど。わかったわ、シング。あなたがどんなスピリアを育てるのか、それを見届ける楽しみ込みで受け取らせてもらうことにしましょう。ところでシング、マリンさんみたいに綺麗な人っていう発言について説明してくれないかしら。説明も何も、俺が知ってる女の人の中でマリンさんが一番綺麗ってことだよ。それで一番可愛いのは琥珀で、一番素敵なのはイネスだ。一番可愛い。まあ一番素敵なんてよく言われるのよね。あのさ、じゃあ僕は？ベリルはね、俺が今まで会った女の人の中で一番大きな筆を持ってる。ああ、むくー。そういうシングは一番乙女心がわかんないやつだよ。うわ、ちょっとやめろよベリル。本当のこと言っただけだろ。本当のこと？だから余計ムカつくんだよ。
その憂いに満ちた表情、いいよ琥珀。そうかな、なんか暗い絵じゃない。このタッチが今の流行なの。素人が芸術に口を出さないでよ。シュッシュ、あっち行けってば。まったく、シングは思ったこと何でも口にすればいいわけじゃないっての。琥珀はあんなやつのどこがいいのさ。いいって何が。何がってわかるでしょ。その琥珀もシングを。わかんない。わかるのは私の胸の中に大きな穴が開いてるってこと。すごくすごく大切な何かがなくて、それがすごく悲しいの。琥珀、本当だ。シングの言う通り、なんだか暗い絵だね。こら、まったりしてる場合じゃないよ。今すぐスピルン探しに出発しよう。はあ、なんだその手のひら返しは。ベリルったら、コンクールの絵は描かなくていいの。いいの。僕が描かなきゃいけないのは、もっと明るい女の子の絵なんだ。それにはまず、乙女のスピリアを取り戻さなきゃね、琥珀。琥珀のスピルーンを取り戻すのは大賛成だけど、ベリルはほんと勝手だな。
you
やあ、君たちもライオグランプリの参加希望者かい？私は商用でこの町に来たんだが、この大会に参加するために仕事を放り出してしまったよ。どうだい、明日の生活の糧を失うことを恐れないこの勇気。ははあ、俺なんか新婚旅行中にこの大会を知って、妻と別れて参加することにしたぜ。この決断力こそ勇者の証さ。分かってないね。そんなもの勇者の証でも何でもないよ。真の勇者に必要なのは力さ。ついにあたいの本気を見せる時が来たようだね。浮気した彼氏を半殺しにして以来だよ。二人とも大会であったら勇者らしく力いっぱい戦おうな。望むところさ。おお、うわー、活気のあるいい町だね。ああそうだなって。なわけねえだろ、こいつはデスピル病なんじゃねえか。また私のスピルーンのせいで。さ、ライオグランプリって何なんだろう。何何者をも恐れぬ鋼のスピリアを剣と化し集え勇者たち。今こそ最高の勇気を競い合わん。娯楽都市ユーライオ主催世界ナンバーワン勇者決定バトル、ライオグランプリ。優勝賞金は1億ガルドですって。1億ガルド。ちょうど今から闘技場で予選会があるみたいね。ちょっと覗いてみない？シング、もう危ないのはダメだよ。スピリアの剣で最高の勇気を競う大会か。よし、その会場に行ってみよう。人が集まってるなら情報も聞けるはずだしね。おい待てって。なんだよあいつ、急に仕切りまくりやがって。1億ガルド。明らかに一人金に目がくらんでるやつが嫌がるな。ったく、しょうがない。ねえねえ、みんなはさ、1億ガルドあったら何に使う？1億ガルドか、全く想像つかないよ。だな、そんなにあったって何していいかわかんねえ。まあ、食う寝るには困らねえのはありがてえが、これと言ってやりたいこともねえしな。やだやだ、うちの男どもは夢がないね。そういうお前はどうなんだよ。僕はね、今まで欲しかった画材を買って好きなだけ絵を描いて過ごすんだ。はあ、想像するだけで夢が広がるよ。あら、
もっと夢が広がる話もあるわよ。何さ。しかるべきところにお金を流せばあっという間に宮廷画家の仲間入り。僕はそんな黒いことはしないよ。それにそんなことしたってね。姉さんはどうなんだい。気に入った服やスイーツを手当たり次第に買うってのも楽しそうよね。あとはグースの温泉でまったりしたり、ユーライオで豪遊したり、景気よくシャルロに別荘を買うってのも。よくもまあそんだけポンポン出てくるな。あらいいじゃない。女性はいろいろとお金がかかるものなのよ。イネスが欲深いのが分かったところで、そろそろ行こうか。でも本当に欲しいものはお金で買えないのよね。よくぞ見破った。俺様は筋肉、もとい不思議料理人ワンダーシェフ。食の幸せを伝えるため、今日はこのレシピをプレゼントだ。たくさん食べて筋肉もりもりで幸せになるがいい。ではまた会おう。さらばだ。イネスと二人っきりだなんて。ドキドキしちゃうわね。うわ、俺なんもやましいことなんて考えてないから。シングって本当に純真よね。イネスは今どう思ってるの？そうね、若い男の子と二人っきり、悪い気はしないわね。そうなんだね。えシング、シングには大切な人っているかしら。大切な人、じいちゃんかな。もしその人が悪いことをしてたらどうする？じいちゃんが悪いこと、ちょっと想像できないや。もしもよ。うん、それだったら俺全力で止めると思う。大切な人でも？大切な人だからだよ。でなきゃ大切な人を大切だって思えなくなっちゃう。イネス？そうね。ありがとうシング。うん、どういたしまして。シング、あなたは本当にどこまでもまっすぐね。羨ましいくらいに。私はそのスピリアに。うん、今は考えるのやめておこう。
いいね、いいね、いいよ。僕の芸術的感性がビシビシ刺激されるよ。楽しそうだね、ベリル。もちろんさ、こんな体験なかなかできないからね。それよりシングが僕を誘ってくれるなんて思っても見なかったよ。そうなの？だっていつも琥珀琥珀ばっかり言ってるじゃん。だから琥珀を誘うとばかり思ってたんだよ。ねえ、本当に僕と一緒でよかったの？琥珀を差し置いてさ。うん、ベリルと乗ってみたかったからね。もちろん琥珀ともだけど。はいはい、どうせ僕はおまけですよ。そんなことないよ。んだ。ごめん、どうしたら機嫌直してくれる？僕、ソフトクリームが食べたいな。わかった、ごちそうするよ。トッピング全部のせだからね。うん、任せてよ。ごちそうさま。どういたしまして。それにしても楽しい時間は終わりか。あっという間だったね。俺もベリルと一緒に乗れてよかったよ。僕はまあまあだったかな。厳しいね。それじゃあそろそろ行こうか。本当は楽しかったって素直に言えたらいいのに。
どうしたんだろう。隣がずいぶん騒がしいみたいだけど、行ってみようか。統一されて十数年、戦火は絶え、夢のごとき平和な時代が訪れた。だが我らは知っている。人は力を、知恵を、スピリアを鍛え続けなければならないと。平和と怠惰に溺れず、未来を勝ち取る力と勇気を持つ勇者たちよ、ライオグランプリへようこそ。みんな怖い。琥珀が怖がってる。こんなとこ出ようぜ。喜べ挑戦者たちよ。星々までもが君たちの示すであろう勇気を祝福しているのだ。見よ。待てよ、あれは。これこそライオグランプリ100年の歴史。勇者たちの血と汗が染み付き、スピリアが宿った優勝トロフィー。そして千夜、大会の成功を祈って勇者の塔の頂上に捧げられたこの伝統のトロフィーに、なんと天空より光り輝く宝玉が舞い降りた。これぞまさしく天が我らに与えた勇者の証。勇者の証。さあさあさあ、最高最強最上の勇気を示し、この宝玉のトロフィーと1億ガルド、そして世界ナンバーワン勇者の称号を手に入れるのは誰だ。俺だ。この大会の優勝トロフィーに琥珀のスピルーンが。みんなもあのトロフィー見たろ。スピルーンを取り戻すには俺たちが優勝するしかないよ。別にスピルーンを手に入れるのに大会に出る必要はねえだろ。優勝したやつから譲り受けるなり方法は。俺は優勝してスピルーンを取り戻したいんだよ。はあ、てめえの希望なんて知るかよ。大事なのはスピルーンを取り戻すことだろうが。さっきの人たち怖かった。危ないよシング、やめて。大丈夫だよ琥珀、必ず俺が優勝して
琥珀のスピルーン取り戻してあげる。俺は琥珀の思いに応えるためにこの大会で優勝して俺の勇気とスピリオの強さを証明するんだ。でも確かに一億ガルドは魅力なのよね。そうだよ。それだけあればきっとこの先の旅もいろいろ楽ちんだよ。そうか、その金でイネスに借金を返せれば自由にスピルーンを探せるようにもなるな。よし、いいぜ、この大会で優勝してやるよ。だがこいつと一緒に出るのはごめんだぜ。俺だって、私としてはやる気になってくれたのはありがたいけど、二人ともどうしちゃったんだろうね、急に。まあ、変になれ合うよりはいいかな。いよいよって時までは黙って見守ろうぜ。ライオグランプリ予選、まもなく参加締め切りとなります。参加希望者は2人1組でお申し込みください。2人1組ならちょうどいいよ。俺と翡翠、別チームで参加すればいいんだからね。望むところだぜ。ただいま予選の受付中です。予選では2人1組で魔物とのバトルに挑戦していただきます。見事魔物に2回勝利すればライオグランプリ本戦への参加資格が与えられます。おい、おめえから相手を選ばせてやるぜ。言ったな、後で後悔しても知らないからな。予選へ参加されますか？ベリル、俺に力を貸してよ。僕？そうか、シングがどうしてもって言うならしょうがないな。イネス、借金返済のため頼むぜ。はいはい、でも優勝したら賞金は山分けよ。シング、てめえの思い上がった花っ柱へし折ってやるぜ。そんなこと言って、そっちこそ予選落ちしないよう気をつけなよ、翡翠。お兄ちゃん、シング、ガラドのおっさん、琥珀のことは頼んだぜ。ああ、任せとけ。じゃあ琥珀、俺たちも行ってくるよ。シング、ベリル、その調子その調子。シングメテオライト組、翡翠ハーツ組、ともに本戦進出決定です。さあ、以上で全ての予選通過者が決定しました。ライオグランプリ本戦はこれより、ユーライオが誇る大アミューズメントタワー、勇者の塔キングクロスで開催されます。翡翠、先に謝っておくね。本戦では全力で行くからさ。あ？何を謝るって？俺にボコられてビービー泣きわめくうるさそうか？お兄ちゃん、シング、喧嘩ダメだよ。もう二人ともいい加減に。美しい、まるで真珠の涙を流す眠り姫のようだけれど、もう泣かないでレディ。僕があなたの悪夢を止める伝説の勇者となりましょう。なんだお前は。こんな可憐なレディを悲しませるバッドボーイズに名乗る名前などない。このレディに代わって本戦でユウたちに敗北という名の罰を与えるものとでも言っておこう。おっと、この男はライオグランプリ前回優勝者アーメスだ。おお、アーメス、
前回の大会で桁違いの勇気を示した伝説の世界勇者。ウェルカーム、僕の親愛なるライバルたち、予選通過コングラチュレーションズ。そちらのビューティフォー&プレティレディも歓迎しますよ。まあ、ビューティフル？プリティレディ？諸君、今年も熱いスピリアをぶつけ合い、共に魂のシンフォニーを華麗に奏でようじゃないか。しかし、ラストに栄冠をつかむのはもちろん、この僕。そして、今回のビクトリーは、レディ、お名前を。琥珀、ハーツ。琥珀、ユーに捧げよう。君にはあのトロフィーに輝く宝玉がメイビー華麗によく似合う。おっと、このような公衆の面前で女の子を口説いています。さすがは最高勇者アーメス。てめえ、お前。では諸君、本戦会場勇者の塔キングクロスで See you! Good luck! すまないね、いい男で。行くぞイネス。まったく、どいつもこいつも人の妹をなんだと思ってんだ。はいはい、若い男の子は難しいわね。え、一緒に行かないの？ライバルなんだから当然さ。俺たちも早く行こう。絶対に優勝して俺の勇気とスピリアの強さを証明するんだ。せっかくなんだし、決勝の場所までは一緒に行けばいいのに。強情だな、もう。やれやれ。んじゃジョージャン、俺らもシングたちと一緒に向かうとするか。